その会は十分ありました。父さんお母さん、今日帰ったら腰を揉ませてください。今日出席できなかった西武くんの代わりにメッセージを読み上げます。小4からの西武です。9年間増えたものは弁当の量、減ったのはクラスメイトの人数。でも今は俺はこの20人の中にいる。小5からの田辺拓馬です。現地校の活動が忙しくなり辞めようかと考えた時もありました。でもここにいる友達と卒業したかったので頑張りました。今は辞めなくてよかったと思っています。小5からの山本宮城です。辛いこともあったけど友達に支えられてここまで頑張れて嬉しいです。毎年先生方、お母さん方に作ってもらった手作りカレーの美味しさは忘れられません。今日出席できない川木さんの代わりにメッセージを読みます。小6からの青木遥です。高等部進学には不安がありました。